おはようございます。ラスカルでございます。今回もね、お店のラーメンをお家で食べようという企画でございまして、今回入手したのがね、こちらでございます。いいよ。動画でもよくお世話になっている麺屋桐生さんの混ぜそば5食入りを買わせていただきました。で、今回のこちらのセットについてくるのが、麺とタレ、お肉、カリカリ、七味、鰹節となっております。で、こちらもね、一玉麺が茹で前で 300g ずつ入っておりまして、今回はね、5食入りなんで合計で 1500g 入っております。中がね、こんな感じ。もうね、ちょっと香りがめちゃめちゃうまそうなんで、早速作っていきたいと思います。まずね、こちらの混ぜそば作り第1巡目として、こちらのタレ返しですね、とこちらのチャーシューの方を湯煎して温めていきたいと思います。ほら、はい、5食一気にやると結構な量あるな、これ。今回はね、量が多くて上の方がちょっと温まらないと困るので、蓋をしていきたいと思います。ほい。それでこのままですね、約15分ほど沸騰してから温めていきたいと思います。今こんな感じでだいぶお湯も温まってきましたんで、一度ね、このままお鍋を待機させたいと思います。よっと。続いてこちらを麺茹でる作業ですね。よっ、こいしょ。そしたらお湯を沸かしていきます。今こちらのお湯が沸いてきましたんで、このね、麺を入れていきたいと思います。で、こちらね、作り方の表記の説明では、だいたい茹で時間が4分から6分になるみたいでして、向こうに持ってったりして多分食べるまでに時間かかるので、最短の4分で茹で上げたいと思います。ただその前にちょっとこのもやしも茹でないといけないことを今思い出しました。ちょっと今回はね、混ぜそばなんで、あんまりクタクタになるまでには煮詰めずに、ちょっとね、シャキッと残るようにもやしを茹でていきたいと思います。ちょっとその間にね、だいぶ待って時間かかったので、こちらをズルして先にいただいちゃいたいと思います。あー、うまい。こんなもんでもやしは OK なんで、またお湯も沸いてきたんで、そのまま麺を茹でちゃいたいと思います。この時もね、なるべくダマにならないようにほぐしながら麺を入れてってあげてください。よし、 OK。 ヘイシリ。はい。4分測って。はい、4分からカウントダウンします。お願いします。またこれもお湯がね、ブクブクなるまでは鍋底についちゃったりするので、しっかりとね、かき混ぜながら茹でてあげてください。麺はね、結構こういう平打ち縮れで、でね、太い感じではないんですよね。食べやすい麺でしっかり香りがあるんですよ。また桐生さんの麺がうまいんだ。お、もう経った。了解でございます。ちょっとね、最初の温度がやっぱり量多くて低かった分ね、少し硬いので、ちょっと30秒ほど追加で茹でていきたいと思います。よし、 OK かな。じゃあよいしょ。よし、いける。はい。はい。はい。OK。今日はさすがに量が多いんで、この子を出動させたいと思います。まずはね、器の方に麺をすべて移していきます。じゃあ、この温めた返しを、よいしょ、器の方に入れましてと。で、これを一度ね、しっかりと麺にあえていきます。よっと。そしたらここに、よいしょ、先ほどね、茹でたもやしを、こちらのね、チャーシューたちをトッピングしていきます。この付属のね、七味と鰹節プラスカリカリね、こちらをトッピングしていきます。
たら最後に、まあ、混ぜそばなんでね、ちょっとまた卵黄だけ乗せていきたいと思います。はい、ってこんな感じで今できました。うまそう。早速ね、これを向こうで食べていきたいと思います。はい、ってことでね、今完成したのを持ってまいりました。味玉もね、買ってきたんでここに追加しております。プラスおにぎりたちと味変にね、ちょっとキムチとプラスアルファで生卵もね用意してありますんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。そしたらまずはかかってないとこ食べたいんだけど、かかってないとこがないんだよな。よいしょ。うーわー、うまそう。じゃあいただきますと。うん、うん、お店すごっ、うまっ。うん、もちろんあの冷凍していたりとかして、麺の香りとか、まあ、タレの香りとか若干ね違う部分あるとは思うんですけど、もうね、家で食べられるレベルの混ぜそばではない。チャーシューはねこんな感じ。めっちゃうまいな。うん、この市販の味玉を、うん、ちょっとこれもう早速黄身割っていいですか。じゃあ、まあ混ぜそばなんでね、ちょっと他の具材も合わせて全部一旦混ぜちゃいたいと思います。いや、うまっ。またね、混ぜると全然印象変わる。鰹節もかなりの量入ってるし、七味もね、すっごい香りが良くて、和風っぽい感じがどっかにあるんだよね。だから結構量が多くても飽きずに食べられるし、でも普通に家で混ぜそば300作っても食えちゃうんじゃないかな。あの 300g ちょっと多いよって方、野菜の量とかを調節したりして量をね減らせば多分食べられたりもしますし、麺半分タレ半分使ってもこの会社だったらね、まあ、チャーハンとかそれね、アレンジは効くと思うから、全然ね、まあ、全部使い切らなくても夜ご飯とか何かアレンジ手加えても全然いいと思います。うん、この麺で焼きそばとかしたいな。絶対美味しいと思うんだよね。うん、おにぎり食べよう。おにぎり、梅のおにぎりでご飯絶対合うもん。まずちょっと麺食べて、うん、うまい。こういうさ、家で食べる利点って、お店だとなかなかね、ご飯欲しいなとか、お酒が飲みたいなとか、あのトッピング欲しいなって思ったとしても、それがね、売ってないと実際にはね、試せないけど、家にいるからこそ、店でやりたかったことを全部できる。これもね、また醍醐味だね。いや。そろそろ我慢できないんで、行っちゃっていいですか？あー、うまい。うん、まっ。やっぱ味濃いから合うわ。めちゃめちゃ合うお酒。
じゃあちょっとトッピングでキムチ入れちゃおうかな。キムチを乗せてと、あ、合うな。うん、今回買ってきたキムチね、甘みは控えめで、まあ、そんなに辛さはないけど、酸味がまあまああって、このね、酸味がすごい合う。うまっ。うん、ちょっとこのそろそろ生卵を使っていこうかな。やったー。ああ、こんな感じ。ああ、うまそう。めちゃめちゃうまい。やっぱり家でやってもこれはうまいわ。よいしょ。うん、あれ合うと思うんだけどな。ちょっと持ってこよう。今日も持ってきました、カプサイシンソース。ちょっと適量にするわ、今日は。ほんと適量にする。絶対辛いけど。キリュウさんね、もともとお店の方でも辛いラーメンとか辛い混ぜそばってやってるんで、ちょっとこうやって辛みプラスしたら、またこれはこれでうまいんじゃないかなと思って。入れすぎた。あ、でもうまい。めっちゃうまい。めっちゃ辛い。入れすぎた。ツナマヨのおにぎりを。ちょっとね、辛みがだんだん辛くなってきたっていうか、溜まってきたからね。そしたら麺すすって、やった、うまい。最後の一口はこちらね、キリュウさんのチャーシューで締めさせていただきたいと思います。はい、うん、最後まで美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今キリュウさんの混ぜそばが食べ終わりました。いやね、すごい微妙なね、違いはあると思うんですけれども、やっぱね、お店で食うのとね、遜色ないぐらいすごい美味しい混ぜそばでした。まあ、二郎系とかっていうラーメン屋さんだとね、結構行きにくいっていう意見を聞いたりはするんですけれども、そういった方でもね、インターネットですぐ注文できる商品ですので、ぜひね、この機会に気になった方は食べてみてください。キリュウさんのね、この通販の販売ページの公式サイトも概要欄の方に記載しておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。本日もこの動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。